今回は臨死体験と UFO 遭遇についてお話ししたいと思います。 UFO 遭遇は今日でも大半の学者や科学者にとって常軌を逸したものであると言えますが、臨死体験と UFO 遭遇には共通性があるということを指摘した研究もあります。ケネス・リングオメガプロジェクトの中では、臨死体験と UFO 遭遇では基本的な形は異なっていますが、体験の当事者の感情を強烈に揺さぶり、同じような種類の霊的変容をもたらすということが指摘されています。具体的には、自己洞察や価値観、人生の変化、さらには生態系への関心といったことなどが挙げられます。そしてケネス・リングはオメガに向かっての中で、臨死体験は生命の内的一体性とその神聖さへの気づきを深め、地球の未来と生態系への関心を高めていく体験なのではないかと考え、臨死体験は人類に霊的な気づきという点で進化をもたらす体験であるという仮説を出しています。 UFO 遭遇については、その特徴は空に異様な光を見たというものから、 UFO に誘拐されたり、異星人らしき存在と接触したりといった途方のないものまで様々であると言えます。 UFO の目撃や UFO との接触は接近遭遇と言われ、 UFO に誘拐されたり、インプラントを埋め込まれたりすることは第4種接近遭遇と言われます。そのような UFO 遭遇には大抵の場合、不気味な感じや見張られているような感じ、異常なことが起こりそうな予感を伴うと言われています。一方で、臨死体験は幸福感や安らかな境地を体験するものであり、性質が対照的であるように思われます。しかし、ケネス・リングが収集した事例の中には、臨死体験と UFO 遭遇を混合したような体験もあったようです。ベリル・ヘンドリックスというニューヨーク州の女性は1977年に倒れ、気がつくと非日常の現実に入り込んでおり、丸い窓から宇宙を眺めていたり、意識が地球に落下していき、幾何学図形になった地球が見えたりしたそうです。そしてその後、神を身近に感じるようになったと言われています。他にも、臨死体験なのか UFO 遭遇なのか区別できない事例が複数あったと言われています。臨死体験と UFO 遭遇の両方を別々に体験している人もおり、岩崎美香、臨死体験による一人称の死生観の変容の中で、臨死体験後に UFO を目撃するようになった人が何人かいたことが触れられています。また、奇跡のリンゴ農家として知られる木村明憲氏も、竜を見たり UFO と遭遇したり臨死体験をしたり、別次元の現実との遭遇が多い人物のようです。他にも、最近では YouTube で自身の臨死体験について情報発信されている方が増えてきており、その中にはスピリットガイドラジオというチャンネルを運営されている花子さんのように、宇宙人との遭遇やパラレルワールドをはじめとする別次元の現実を経験されている方もいることがわかります。このように、別次元の現実との遭遇や神秘体験が多い人の存在から、シャーマンのような特殊な資質や心理傾向を持った人は、そのような現実にアクセスしやすいと言えるかもしれません。そして、そのような資質はケネス・リングの言う霊的な気づきという点での進化に関連していると考えられます。なお、ブルース・グレイソンは臨死体験や UFO 遭遇により、生理機能、神経系、脳などに変化をきたした人々をオメガプロトタイプと呼んでいます。最後に、ケネス・リングは UFO 遭遇や
臨死体験について、それが幻覚などの産物か現実かという2つの解釈について、その中間あるいはそれらの外側にあるような第三の領域での解釈を考えており、このことは以前臨死体験の哲学的解釈の動画でも述べたように、現実とは何かという問題にも通じていると考えられます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。